広報松坂見どころチェック。皆さんこんにちは、秘書広報課の小林です。広報松坂3月号が発行されました。3月号の表紙はこちら、旧小津政左衛門家の中で撮影した写真です。情緒ある建物ですよね。それでは内容を見ていきましょう。まずは目次横、宣長祭りの紹介です。松坂城跡をメイン会場として4月7日に開催されるこの祭りは、宣長にちなんだ趣向を凝らした催しが行われます。そしてその横のページでは、4月2日に山下町にある総合運動公園内にオープンするスケートパークの紹介をしています。公共のスケートパークがオープンするのは県内初。3月31日にはオープニングイベントも開催され、無料体験会などが行われるので、皆さんぜひお越しください。次に特集の紹介です。今回の特集は松坂街歩きです。4月5日魚町に豪商の町松坂観光交流センターがオープンします。松坂観光の中心となるこの施設では、自分だけのオリジナルマップが作れる街歩きアレンジメントサービスやお土産販売コーナーなどがあります。観光客の皆さんはもちろん、市民の皆さんもきっと松坂の良さを改めて感じてもらえると思いますので、この記事を読んで訪れてみてはいかがでしょうか。次のページからは文化財施設の紹介です。観光交流センターから歩いて行ける3つの文化財施設やお得な入館チケットの紹介などをしていますので、こちらもチェックしてください。今月のピックアップ、ここからは今月のピックアップ記事の紹介です。今回はこちら、週刊竹四郎です。去年4月から松坂市のホームページなどで毎週1号ずつ連載してきた週刊竹四郎も、3月27日に発行される第51号で最終号を迎えます。松浦竹四郎生誕200年記念事業の一環として連載が始まった週刊竹四郎は、歴史小説作家川路和香さんが執筆され、竹四郎の知られざるエピソードなどを紹介してきました。松坂市のホームページでは第1号から最新号まで全て掲載されていますので、皆さんぜひご覧ください。今回の放送では紹介しきれなかった記事がまだまだいっぱいあります。皆さんぜひ広報松坂3月号をチェックしてくださいね。